はい、始まりました、元気復帰チャンネルです。はい、この日はですね、まあ、今日じゃないです、この日は足のトレーニングと、下半身ですね、下半身と、腕をやりました。腕のトレーニングですね。でこの日はスクワットをやりましたね。スクワットをですね、高重量でやってみました。セットをですね、60キロセットをやってるところを80キロの高重量でやってみました。で全然80キロはいけるかなと思ってたんですけど、さすがにちょっとやっぱり段階踏んでないと重いですね。ちょっとフルは、もう3回で止めてしまいました。3回の2セットで、もうこの2セット目に至ってはちょっともうフルというか、もうまあフルなんですけど、フルボトムではないですよね。そこまでは落としてないというような感じで、ちょっとこう守りに入ったスクワットでしたけど、まあ痛いとこも出ずに終わりましたんでね。まあでもまあコツコツやっぱ数字はね、積み重ねていかないといけないなっていうのはまあよく分かりましたね。下半身なんで、いけるかなと思ったんですけど、思いました。でその後はもうカーフレーズを80キロでやってみたんですけど、やっぱふらつくんで、まあカーフレーズに関してはもうそろそろスミスマシンで、安定した軌道の中でいかに幸福を与えるかっていうのに、まあ変えていった方がいいかなっていうふうには思いましたね。はい、なのでまあちょっとこう下半身もそろそろね、リハビリ終わりで真剣にね、高重量ね、に向かって少しずつ確実に上げていくっていうのが大事かなというふうに思いましたね。はい、でまあこの後はですね、いつものごとくレッグカール、レッグエクステンションというような形でやっていきました。はい、それとやっぱりまあコツコツねやってるんでね、やっぱり特にこの今日は下半身ですけど、先にねこっちやりましたね、腕やりましたね。まあ単純にマシンが埋まってたんでね。でちょっとこれね、カメラの位置間違えましたけどね、久しぶりに腕のスーパーセットでやりましたね。このプルオーバーエクステンションと、インクラインベンチのアームカール、このスーパーセット立て続けにね、休憩なしでね、拮抗する反対側の筋肉を使うトレーニングを連続してやるということで、一気にパンプさせるということですね。非常に腕がねもうパンパンに張れますよね。でこのままね休憩なしで、ベンチを変えて、ここからアームカールですね。まあ、アームカールはね、この位置からとっても正解なんですけどね。なので、次のセットからはちょっと横から取りました。はい。まあ、腕はね、ほんと成長してきてますよね。この最近そこまで腕追い込んでなかったんで、今日は、このスーパーセットと、もう一つずつですね、三頭筋と二頭筋を攻める種目をやりました。もうしっかり入った感じですよね。はい、で2セット目は横から取りましたね。これだとよく分かるんですけどね、プルオーバーエクステンション、このやっぱ旋回させることによって、三頭筋のこのなんていうんですかね、可動域いっぱい、三頭筋の一番強いところだけじゃなくて弱いところまで全部鍛えられるんですよね。ただちょっとこう下げすぎて、こう上げるときですね、肩がちょっと動いてるんで、この肩が動いてるときは結構背中使っちゃってるんですよね。まあいいんですけどね、それはそれで。なんで次の日腕もそうですけど、それ以上に背中、首の後ろみたいなところがねちょっと筋肉痛になってですね、まあまあそのでいいんですけどね、背中でね効いてもいう感じですね。でこの後また、続けざまにインクラインベンチのアームカール、
このインクラインベンチにすることによって、こうアームカールがね、こう結構下に下ろしてるところ、下に下ろしたとこから、まあ、ここら辺からですね、しっかり負荷がかかってるんで、これも、非常に二頭筋の一部分だけじゃなくて、広範囲にわたって鍛えられるんですよね。だから、まあ、後でね、ハンマーガールとかしてますけど、やっぱこれがいいかなって感じですよね、一番ね。はい。でその後ディップス、自重のディップスですよね、これをやりました。これも2セットですね、やりましたね。はい。まあジムもこれ再開して何ヶ月ですかね、まあ6月からの6、7、8、9月、もうまあ4ヶ月目ですけどね、まだなんかマスクをしろというね、マスクをしながらトレーニングしてくださいという指示が、ルールがありますよね。なんかうちのマンションもコロナの関係でゴミをね、衣類の服のねゴミは出さないでくださいっていうのがねずっと出てたんですけどね、やっと10月から捨てていいですよっていう風に紙が貼ってましたんで、まあね、そろそろコロナももうええんちゃうかという風な雰囲気になってるんじゃないかなと思うんですよね。結局まあ新型コロナウイルスってそんなに脅威なのかと、それよりむしろこう人間がただ恐れて人間が人間を困らせるだけじゃないかなっていう感じしますよね。はい。もういい加減にしてほしいなという感じなんですけど、まあ結局そういうのに向き合っていかないといけないんですよね。本当に嫌になりますわ。はい。ということでハンマーカールですね。ハンマーカールはもう最後のちょっと追い込みみたいな感じですよね、ハンマーカールはね。うん。これでもう腕がめちゃめちゃ太なりますからね。これは最高の腕の種目ですよね、このフルコースです。はい。最後はね、こう勢いで上げて、でネガティブですよね、下ろすときにいかに耐えるかっていうことで追い込む。もう上げ、自分の力ではね上げきれなくなっているので、そこで何回か追い込むとですね、次回その何回か追い込んだのが1回上げれるようになると。これがまあ筋トレですよね、でした。はい。で最後になりましたけども、足の種目、レッグカールとレッグエクステンション。まあ今レッグカールやってますけどね、このハムストリングスっていう、やっぱ太ももの裏の筋肉ってなかなかつきにくいんですよね、こうトレーニングしないと。だから特にその、スポーツしてる、走るっていうような競技してる時に、ここっていうのはあんまりやっててもそんなつかないんですよね。だからあえて筋トレをしてですね、ここはつけるところですね。僕なんかはもう最初学生の時これをやるためっていうぐらいにジムに通いましたね、このレッグカール。な本当に簡単なジムであんまないんですよね。でハムストリングスってあんま鍛えれない。ただこれがすごくやりたかったですよね。でまあこれだけじゃなくて、ね、まあそれをやりに行ってますけど、レッグカールをやりに行ってますけど、まあついでにいろんなことやりますんで、それでまあ本当に弱点、体の小さい細い体をですね、ちょっとでも鍛えることによって、やっぱ競技にね、いい効果出ましたよね。うちそれからジムに行き出してからですもんね、やっぱりね、自分でそのチーム練習とは別にね、自分で行き出してトレーニングすることによって行けるようになりましたね。はい。でレッグエクステンションですね。はい。レッグエクステンションっていうのはね、やっぱつくんですよね。でちゃんとね、やっぱり今回分かったんですけど、シートにしっかり座ってやるとね、全身に効きますんで。はい、今日はそんなとこです。以上です。